こんにちは、よろじです。ですね、やっとまあ、9月になりまして、暑い時期も過ぎましたんでね、これから、本格的に、また小屋作りの再開になります。それでですね、今日はですね、まあその取っかかりになりますけども、土台をですね、敷くことになります。土台といってもですね、普通の四角の土台じゃなくてですね、もう建物が円形ですから十角形の土台を敷くことになります。それで十角形の、土台っていうとアンカーボルトの位置を、その土台に決めるのに、かなり難しいことになりますので、それで今まで動画を見ててお気づきになったとは思いますけども、基礎にですねアンカーボルトがありません。でこれからですね、本当順序が逆なんですけどね、普通は基礎にアンカーボルトを埋め込んでそこに土台を止めるっていうような形が普通なんですけど、まあ、私の場合にはそれ逆で、土台をまず敷いて場所を決めたらですね、その位置に上から穴を開けて、アンカーボルトを、止めるというような形にします。それでですね、これが何かって言いますと、これケミカルアンカーっていう、早い話が接着剤ですね。でまあコンクリートとアンカーボルトを、接着剤で止めるっていうものです。で普通は建築なんかにはこれをメインで使うってことはないらしいんですけどね、私の場合にはもう別に大工さんのお客さんから仕事を受けてたわけじゃないので、もう本当に建築素人で自分が住む小屋をまあなんとか自分が、寿命のある期間だけ小屋が持ってくれればいいんで、一応その、こういうふうなものを使ってですね、あと先は逆になりますけど、これで、止めていこうと思います。これもですね、使うのがまあ初めてなんで、まあ、やりながらちょっとドキドキしてますけども、まあなんとか、今日土台を敷いて、で土台を敷けばいよいよ本体工事になります。それではちょっとじゃあ始めたいと思います。今日はこれを使います。怪しげな危なそうなものが出てきますけど、こんな感じですね。でこれはですね、ここに樹脂が入ってまして、でここに促進剤が入ってるんですね。でまあドリルで穴を開けてこれを入れてですね、でその上から、アンカーボルトを差し込んで上からそのハンマーで叩くと、これが全部壊れて、で促進剤と樹脂が混ざって、で効果が始まって、アンカーボルトを固定するっていう、そういうふうな感じのものですね。まあ初めて使うんでちょっと怖いんですけど、やってみますね。
今ですね、とりあえず仮置きをしてみました。これからどうするかって言いますと、水糸を張ったところにですね、各あの十角形の角が、ちょうど一致するようにそれぞれ置いていきます。こういった角ですね。でこう水糸をこうやってですねやりますと、ここにちょうど、角に水糸が来るようになります。でちょうどこれが、これのセンターの、印ですけど、ちょうどまあまあほぼほぼ中央に行ってるんで、そんなに狂いはないのかなと思います。